春真っ盛りの4月、いかがお過ごしですか。去年市政30周年を迎えた私たちの相模原市にとっては、この4月はまた新たな旅立ちのポイントになっています。そこで今日は立森市長に今年度の市政の方針やその具体策などについていろいろお話を伺います。そういうことで4月ということで、この相模原市も60年度という新しい年度がスタートしたわけなんですけれども、今年度の政策のポイントというのをいくつか伺わせていただきたいんですが。そうです、昨年はね、本市は市政30周年迎えたわけなんですね。でいよいよ60年を迎えたわけですがね、この60年の施策の中ではいろいろ考えはありますがね、一番大切なことは21世紀を目指しましてね、この相模原の基本計画を確かなものにしていかなきゃなんないというね、そういう時期を迎えましたね。でそれが一つと、その次にやはりこの相模原市という市も急に発展してまいりましたのでね、この自然が減っていくという傾向にございますね。そういう中では自然を大切にし、あるいは緑を大切にし、大切にするだけでなくって、もう緑もそしてこれからは一生懸命作っていかなきゃなんないという時が来たと思いますね。それからやはりこの町づくりの中で大切なことは、そういった自然が大切なことと一緒に、この活気のある町づくりでなきゃなんないと思うんですよ。それにはいろいろな商業にしても工業にしても、あるいは農業にしても、それぞれの役割を果たすわけですからね。それがやはり充実発展していくための施策も大切だと思っておりますね。なおね、この相模原は広い相模原とは言いながら、やはりこの地域には地域のですね、個性があるわけですよ。そういった個性を生かし、このやはりお互いが住んでてよかったと言えるようなね、素晴らしい街づくりに努力をしていく第一歩を踏み出す年だと思いますから、大変大事だと思っておりますね。まあ、そのための具体策というのをいくつかお聞かせいただけますか。そうですね、いろいろございますね。まず自然の問題ではね、この今相模原市にある自然の中でもって豊かに思えるのは、この横山の丘陵地域、あるいはご覧になったと思いますが相模川の周辺ね、あるいは市内の真ん中で言えば大野台の国道16号に沿ったところにたくさんの緑ございますね。こういったものを大切にしていくためのね、市民皆様と一緒になっての運動も進めていかなきゃなんないというふうに思っておりますし、また商業等を発展させるためにはね、この今までへそのない町というふうにいつも言われましてね、なんとなくこの寂しく感じましたですが、やはり一つのへそを作るということはこれとてもできませんものね、それはできませんが、やはりこの地域の特性を生かした中で3つの核づくりを、商業核づくりをしていこうということでもって取り組んでおります。3つと申しますのは、それはね、国鉄横浜線のこの橋本駅、あそこに私鉄の京王線が入ってまいりますからね、交通でも大変大切な場所になりましょう。ですからあそこが一つの核づくりの拠点になるでしょうし、それからずっと参りまして市役所に比較的近いところで国鉄の相模原の駅ございますね。そしてまた西門通りというこの市役所に近いところに立派な通りがございますね。こういったところを含めた一つの核ができることが私いいと思うんですよ。3つ目は今大変活発に動いております小田急線の相模の駅の周辺、あそこは区画整理いたしておりますね。それに合わせて、基地の跡地が返還になりましてね、あそことの返還跡地との整合を図りながらね、核づくりをしていこうということでもって、それぞれの地域の方々がもう熱心に取り組んでおりますね。こういうことも大切だというふうに私は思っておりますね。一番初めにおっしゃいました21世紀へ向けてのフロンティア構想ということでは、具体的にはどんなものがあってるんでしょうか。そうですね、これの基本になりましたのはね、本市内の18の地域でもって、それこそ延べ1万人以上の方々がお集まりになりましてね、
そしてその地域のことを考える地域まちづくり計画というのを熱心に取り組まれたわけなんです。個性のあるまちづくり、生活環境という点ではいかがでしょうか。そうですね、生活環境をとにかく立派にしなきゃなんないということはもちろんでございますが、今までずっと市民の皆様方がね、福祉の心を育てて福祉の輪作りを一生懸命努力してくれましたね。それから教育や文化を大切にしよう、子どもたちの将来をそれこそ素晴らしいものにしようということでもって市民みんなが協力してまいりましたね。でこういったものが相模原市の私はね、大きな個性だと思うんですよ。ですからさらにそれに加えましてね、やはりこの今から公園を作るとかね、あるいはまたその他の文化施設を作るとか、こういうことにも力を入れなきゃいけないし、特に本年からもう力を入れる環境づくりの中ではね、公共下水道をねどうしても促進して、市民皆様方の毎日の生活の中で大切なことですからね、その公共下水道には力を入れていこうということでもって意気込んで、予算もまたそのような手当てをしてあるわけなんですよ、ね。まあ、そして市民の皆さんから愛されている相模原市なわけですが、当然その国際的の中でも相模原という位置づけが必要になってくると思うんですが、確かにおっしゃる通りですね、相模原は日本の中における相模原であろうし、日本も国際社会の中による日本でございましょう。そういう中では国際理解というのが一番大事だと思いますね。でそれは平和を目指したね、国際理解じゃないかなんだと思うんですよ。でそのために昨年の12月の議会でね、本市は核兵器廃絶平和都市宣言というのが議決になったわけなんですね。でこのことはやはり世界が平和でありたいという願う気持ちの市民の意思の表れですからね、私どももそういうことに努力してはいけないと思いますよ。と同時に本市では中国の武釈氏とね、はい、とても長い間交流を深めてまいりました。今年の10月には武釈氏と相模原氏が友好都市としてのね締結をしてまいりたいということでもって今着々準備が進んでおりますから、はい、やはり国際理解ということは大切だと思いますね。まあ、そういうことによって相模原氏のがどのように変わっていくんでしょうか。そうですね、21世紀にはねやはり今日こうして相模原氏を作ってきた先人の努力はもちろん大切ですけどね、今いる私たち、そして将来を背負った青年たち、こういうものがみんなして力を合わせましてね、そして明るいね、この活気に満ちたね、しかもそれぞれのところにはそれぞれの特色を生かしたまちづくりが必ず私はできてくると思いますよ。またしなきゃなりませんものね、今のものの責任ですからね。まあ、これからますますお忙しくなれると思いますが、どうぞお体にお気をつけて、市民のためにぜひご活躍をお祈り申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。集団活動の中の生活指導、豊かな情操感情を培う、体力の増進、この3つの目標を大きな柱に目覚ましい活躍を続けています相模原市少年鼓笛バンド連盟。それではこれからその練習風景やパレードなどで活躍する様子を皆様にご紹介してまいりましょう。それでは上溝バトン鼓笛隊の指導者でいらっしゃいます門倉先生にお話をお伺いしています。先生、こちらの鼓笛隊を指導するきっかけとなったことはどういうことなんでしょうか。そうですね、自分も小学校3年生、今から約17年も前になるんですけどね、やっぱしある先生の勧めで鼓笛隊をやって、得た思い出とかね、いい思い出をまた彼らにも伝えたいっていうか、体験させたいっていうかね、鼓笛隊は人に見てもらって、あの子は可愛いな、一生懸命やってるなっていうので十分だと、
そういうところだけを求めて、あとこの今中学生とかね高校生なんかになっても練習に遊びに来れるようなそういう輪がね、いつまでも保てればっていうことと、犯してはいけない最小限のルールね、チームでやらなきゃいけないこと、やってはいけないことだけを守れということで、みんなでねそういうところだけちょっと苦労して指導したり、またモットーとしてますね。相模原市内には現在どのくらいの固定金数があるんでしょうか。今はですね、このところ最近中学生の隊員がね、2つぐらいあって、本当は小学生を中心に各地域でやっていて、だいたい20近くが相模原中に各チームで持っています。この鼓笛隊に入ったきっかけを教えていただけますか。近所の人が鼓笛をやってて、その人に誘われて前から憧れてたから入った。この鼓笛隊に入ってみて感想はいかがですか。とみんな友達が良くてとても楽しい。何か楽器は何を演奏してるんですか。バトンです。バトン難しいでしょ。3年の頃から入った時からバトンの方を見たりして練習したから、低学年の子とかにいっぱい喋ったり楽しいことがいっぱいあって、で今は隊長とか副隊長とかになってるし楽しかった。練習していましたね。それでは今度は練習の成果をご覧ください。市民桜祭り、上溝納涼郷土祭りなどいろいろな行事で活躍する相模原市少年鼓笛隊。このような音楽活動を通して心身ともにより大きく成長してほしいですね。私は南大野小学校6年の二村邦子です。私たちの学校は創立してから42年目の古い歴史を持つ学校です。最近では体力作りができるようにアスレチックが作られました。そのため元気に体力作りに励んでいます。また教官体育や防衛訓練なども行っています。特色ある学校作りを進めている相模原市。ここ南大野小学校では生き生きと取り組む体育学習を目指してをテーマに、その活動に取り組んでいます。戸外での遊びが少なくなった最近の子どもたちの体力は年々低くなってきました。こうしたことから体力向上を目指し体育学習に力を入れています。低学年のみんなはアスレチックなどを使って力いっぱい運動しています。体育学習で培われた体力をさらに向上させようと、休み時間を利用し全校児童が音楽に合わせて縄跳び体操を行っています。
短い時間の中で飛び方をいろいろ工夫しています。そして最後は屋上に取り付けられたランドルト管と呼ばれる印を1分間じっと見つめ、勉強で疲れた目を休めます。これからもたくましく心豊かな子どもを目指して頑張っていきたいと思います。皆さんこんにちは。このコーナーでは毎年恒例の相模の大凧揚げ大会のお知らせをいたします。重さが800キロ、そして大きさが13メートル四方という大凧が空を舞う勇壮なお祭りです。この大凧の歴史は150年ほど前の天保年間に始まったと言われ、神奈川の祭り50選にも選ばれた市を代表する観光行事です。今年は5月の4日5日の両日、相模川の下磯部河原で開催されますので、皆様お揃いでお出かけになってみてはいかがでしょうか。なお詳しいお問い合わせはこちらへどうぞ。このビデオ広報ふるさと相模原は市役所、出張所、金融機関をはじめ国鉄橋本駅、淵野部駅など市内36カ所で放映しております。皆様のご意見やご要望をお待ちしております。